今日の昼飯はニューローメン。ここはそごうの奥ですね。あの通りです。ここに入ります。中に入るとおかずを選べと言われました。ここから取ってます。一皿40円。これを取って乗っけつつ、具を選ぶのかな。システムがよく分かりません。あの麺の中に入れるやつ、はい、それはサイドメニュー、サイドメニューです。おかずね。おかずサイドメニューだそうです。なおつにゃんが あれだこれだと取ってます。もうお任せです。システムが分からない。奥に厨房がありました。案内されました。こちらです。ここで待ってるとさっきのトッピングが乗ってニューローメンが来るみたいな感じですね。これがメニュー。なんて読むんだっけ？谢谢哦。ドン。ダン。段纯真。ダン。段纯真。段纯真。段纯真。場所は台中、新宿にもあったんだ。新宿。本当だ、すごい。三軒の新宿ショップ。かなり新宿サイドに寄ってます。これがニューローメンです。ニューローメン、昔、ズートンで食べたやつですね。これを台中でもいただきます。これが九州麺スタイル。九州麺と書いてありましたけど、本当に九州麺なのか。九州麺。うわー。九州とはちょっと違うかな。でも九州麺で通ってます。你跟他讲说我这个是牛筋。肉こんな大きい肉が入ってます。ああ。確かに。オッケー。これが筋肉。筋肉。筋ですね、筋。ゼラチンでつるっとしてます。濃い味です。ラーメンとは違うかな、やっぱり。なかなかちょっとスープも濃いんで、素人には向かないかもだな。私は食べれるんですけど、私の家族はちょっと難しいかもしれない。食べ慣れてないと。以上、ニューローメンでした。